輝き人気高橋宮です。好きな武将ランキングなどで上位に来る伊達政宗、知ってる人も多いと思いますけども、でも皆さん政宗の功績言えますか？おそらく仙台に住む方も言えない人多いと思います。なぜ人気なのかというと、大河ドラマ独眼竜政宗の影響ですよね。アニメでも政宗はメインキャラとして登場するほど、眼帯とか三日月の兜とか主人公要素が多いんです。まあ眼帯についてはドラマなどの創作なんですけど、今回は政宗の功績について解説していきます。政宗の功績は戦いではなくて内政なんですよ。当時の仙台は河川の氾濫、飢饉の発生、沿岸部は潮風によって農作物の被害も出ました。政宗が領地の開放に乗り出した矢先、慶長の大地震が発生、津波により塩害にも遭いました。これらに対し政宗は河川の工事、潮風から守るための植林、神殿開発と復興事業を打ち出します。さらに天災がたびたび起こることから、気候の影響が少ない分野の産業、鉱山、養蚕、和紙など様々な産業を起こし、職人が育ち、産業が根付き、仙台は復興に向かいました。現在の仙台にも功績が残っていて、まず仙台城なんですけども、築城された頃は戦乱の世ではなかったので、見せる城が主流だったんですけど、青葉山の上に築かれ、東は広瀬川の断崖、西は大浦林という深い山林、南は辰の口渓谷と天然の要害、戦い向きの城でした。しかし仙台城には天守がなく、天守台だけがありました。これは徳川家に対し敵意がないと示すためと言われています。なので復元されていないのではなくて、もともと天守がなかった江戸時代では一国一城令という、一つの国に城は一つまでという法令が出されましたが、政宗は仙台城とは別に若林城を築城しました。若林城の周辺には仙台城とは別の城下町も形成されます。若林城があった場所は現在宮城刑務所が置かれています。現在の仙台も政宗時代の城下町がベースとなっていて、仙台城から東に伸びる大町通りと奥州街道の交差点である芭蕉の辻を基準に五番の目状の町割りをしています。通りの名称や町名に名残があって、武士が住んでいた場所は町という名称、足軽や町人が住む場所は町という名称がついています。また仙台藩では屋宿において植林を行う植林策が推奨されていて、これが森の都と呼ばれるゆえんです。仙台を歩くと半世時代の名残がたくさん見つかります。自分の住んでる地域にどんな歴史があるのか、ぜひ調べてみてください。今回は以上です。バイバイ。